ににあるる神社久山町おじそ集落の南部に位置する本殿は国の重要文化財、境内は国の史跡、高野山三景道を構成する長石道の一部として史跡に指定されている。ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三景道の構成資産の一部として登録されている。空海が真言密教の道場の根拠地を求め歩いて、 山和国内軍に入った時、そこで漁師の姿に噴した、地主神、狩場明神に、木の国にある霊地、高野さんの存在を教えられた。狩場明神はその使いである白、黒2匹の犬に、空海を高野さんまで導かせた。この後、公認7年、空海は、佐賀天皇から、高野さんの地を賜った。この縁により、空海は、 高野さんの地主神カリ場明神とその母である、ニューズ姫大神を、高野さんの入り口である当地に、ニュー高野明神社として祀ることとした。また、書店前身への祈願地としてこの地を天と神に通じる、地ということで別名を、神通寺としたが、当社の社名は、ニュー七社大明神やニュー神社へと変わっていった。当社の建立と同時に、 当社の入り口である石段の下には、高野さんのマウンドコロとして、自由寺寺も建立されている。自由寺寺の段と神通寺の段を合わせて、自尊院と呼ばれた。当社は、高野さんの領する、干渉不相の鎮守とされ、欧永3年の文書に、干渉不鎮守、神通寺7社との記録がある。この他にも神通寺7社名人の記録があり、7社の、他に12王子者、 120番神社などの名前が挙げられている。また、貴族風土記によれば、7社のうちに言う、高野の両神は、公認年間に空海が誕生し、十二王子と120番神の2社が、同時に誕生され、ケヒ、五福島の二神は、文明年間に誕生されたと伝えられており、これら4社は、天文年間の木の川洪水によって、 昔の境内が沈んでしまったので移転したという。明治時代に、自尊院から独立し、1910年に戸山、入里、自尊院にあった諸社を合資している。1946年、入管省婦神社の社号に改められた。境内の北にある階段を下がると、途中に、長席、180長席があり、さらに下ると自尊院がある。元は、 ニューズ姫大臣、高野美子大臣、退職飛び目大臣、市木島姫の大臣の詩人に、大三神宮、八幡神、春日明神の三社を合わせて祭り、神通寺七社明神とも呼んだ。2015年10月7日に、指定の史跡、高野山長石道に、黒川道、京大坂道不動坂、三谷坂、女神道を追加指定した際に、指定名称が、 高野山長石堂から高野山景堂に変更された。同時に、岸邸の高野山長石堂は長石堂に名称変更された。2004年7月、ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と山景堂を構成する高野山の本山地区の一部として、本殿は記念工作物、境内は遺跡として登録された。ありがとうございます。